紫織物産交換、紫気流織物産交換、紫は、群馬県桐生市東4丁目にある、織物博物館である。正式名称は、織物産交換、紫、織物産交換、ゆかり管理、運営者は、森州、織物株式会社、森州、織物株式会社が、旧工場を利用して運営しており、気流式に関する資料や食器、 器具などの展示を行っている。旧、ノコギリ屋根工場や年始場、釜場、成形場などの建物が展示室や体験学習室となっており、藍染めや手織りが体験できる。また、隣接する森州、織物工場は見学が可能である。大型バスの受け入れも可能であり、小学校の社会科見学、課外授業や団体でのワークショップにも活用されている。 日本の近代産業の歴史がわかりやすいと海外からの研修旅行も多く訪れる。工場群や森島家住宅は初代森島州が大正13年前後に建築したもので平成18年には国の登録有形文化財に登録された。創業は明治10年反応反抗で養産と旗織りを行っていた。昭和56年5月。 森州織物工場群の一部を織物参考館として、開館、一般公開と体験施設を始める。平成19年織物収蔵品が、経済産業省、近代化産業遺産として認定。平成24年群馬県、群馬犬遺産として登録。平成27年、森州織物、織物工場群と共に、文化庁、日本遺産に認定。 上州の加川殿下、ありがとうございます。